ちらは、ネクスコ東日本です。午後1時40分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに、京葉道路を東京方面へ走行中の方にお知らせします。幕張インターの先、14キロポスト付近を先頭に1キロほど交通集中のため渋滞しています。続いて、7号小松原線上り方向の情報です。6号向島線江戸橋ジャンクションを先頭に錦糸町まで3キロほど交通集中のため渋滞しています。続いて、湾岸線西行きの情報です。大井を先頭に葛西まで10キロほど交通集中のため渋滞しています。ハイウェイラジオ京葉道路多摩川より